はい、おはようございます。おはようございます。ドラえもんの4次元ポケットの中がどうなっているか想像できる方いますか？私は、まあ、幼い頃からドラえもん大好きで読んでたんですけども、イメージとしてはそのポケットの中はこう宇宙空間のような、とにかくだだっ広い、無限に広がる空間がずっと広がってるんだろうなというようなイメージを持ってましたね。でもどうしても分からなかったのは、その中からどうやって特定の道具を取り出せるのかというところがどうしても分からなかったですね。いろいろ考えましたけどね、仕切りがあるのかなとかね、いろいろ考えましたけど、それが分からなかったです。で、大人になって、改めて考えてみました。宇宙空間のような空間が広がっているのでもないということに気づきましたね。なぜかというと、宇宙空間っていうのは3次元だからです。で、4次元じゃないんですよね、宇宙空間っていうのはね。で、4次元ポケットの中は4次元なので、そこの中は想像ができないような感じになってるはずなんですよ。で、そもそも次元って何なのかっていうと、1次元って何ですか？1次元は、そう、今ジェスチャーで示してくれました。線ですね。2次元は面、縦と横で、3次元は縦、横、高さがある。で、特定の点を、ある点を特定するのに、縦、横、高さの直線の交わる点というふうに表現できるのが、まあ、3次元の世界であると。で、じゃあ4次元って何かっていうと、いわゆる4次元空間っていうと、その縦、横、高さにもう一本何か軸が入っているのを4次元っていうわけですよね。で、3次元の世界に住んでいる私たちにはそれを想像することはできないわけです。つまり物理学上の概念としては、定義することはできるけれども、私たちの頭では理解することができない、想像することもできないというのが、まあ、4次元空間の世界なんですよね。で、一応、誤解のないように言っておきますと、4次元空間と4次元時空とちょっと区別して考えなきゃいけないんですって。4次元時空っていうと、まあ、アインシュタインさんが言ったことなんですけどね、私たちの生きている世界は、まあ、3次元の空間ともう一つ時間という軸が、あると。で、その時間という軸も含めて4次元の世界に生きているっていう、そういう表現の仕方もあるんですよね。で、私たちは3次元の世界の中で縦、横、高さ自由に動き回ることができますよね。しかし、それ以外の部分にはみ出すことはできないわけです。で、一方で時間軸で言えば、私たちはその時間軸の上を自由に行き来することはできないんですね。なぜかというと、私たちは今しか生きることができない。今より前に行くことも後に行くこともできない。それができるのは SF の世界の中でタイムマシンというような世界になってくるわけですけど、実際にはまだそういうことはできないわけです。ところが聖書を見ると、神という方はこの3次元の世界、3次元の空間としての3次元も超えておられるし、時間の軸も超えておられるっていうことがわかるんですよね。例えばイエス様が復活した後に弟子たちに現れた時、このあるところから別のところに突然、現れたり消えたりしている、そういう場面がありますね。まあ、SF ストーリー的に言うと、まあ、いわゆるテレポーテーションみたいな、ね、テレポーテーションというとちょっと安っぽい感じになっちゃいますけど、それはすなわち3次元の世界にもはや、支配されている体ではない、それを超越している体を持っておられるということを示している。あるいは神は未来に起こることも全て正確に予言して、予言者たちにそれを言わせている。そして聖書の予言はことごとく当たっているわけですけれども、それはすなわち神が時間というものも超越しておられる。そもそもおそらくは時間と空間というものを創造したのも神ですから、後でも、御言葉が出てきますが、神様は私は初めであり終わりである、アルファでありオメガであるという
言葉がありますね。神様が言っておられる、初めも終わりも神が作ったんだ、すなわち時間という軸そのものを神が作られたんだということであります。で、三位一体って何なんだって私たちが考えたときに、まず三位一体というのは、このウィキペディアというのはですね、インターネット上の誰でも書き込める百科事典のようなサイトなんですけども、そこを見ると三位一体は正教会、東方教会、カトリック教会、聖公会、プロテスタントといったキリスト教における中心的な教えの一つであり、正統教義の一つであるっていうふうに、まあ説明がありました。正統と言われるキリスト教の流れの中で、正統と言われる教義の一つなんですよね。で、まあ、ざっくり言えばここから離れると異端っていうふうに呼ばれるわけです。しかし三位一体というものは、まあ、これから説明していきますが、私たちの三次元と、そしてこの時間という制限の中で生きているこの私たちの頭の中では決して理解することができないような概念なんですよね。つまり概念としては定義することができるけれども、想像する、イメージするということはできない。まあ、いわば四次元ポケットのようなもので、それはそういうものなんだとして捉えるしかないわけです。ですから今日のポイントは、三位一体は理解できないことを理解してください。これはすごく重要なことなんです。三位一体を理解しようとするとどうなるかというと、神という方を理解できるレベルに落としてしまうような教理が出来上がる。すなわちそこから歴史の中で多くの異端が生まれてくるわけですね。ですから神という方は私たちのイメージできる世界以上のところにおられるんだっていうことを理解しないと、おかしな教理が出てきちゃうわけです。しかし聖書の中でははっきりと三位一体という概念が提示されているわけですね。二つ目は、じゃあその三位一体を学ぶことによって私たちと何の関係があるのかというと、私たちもこの三位一体の中にいわば入れられている、そういう存在なんだということを見ていきたいと思います。さて、じゃあまず、この理解しがたいと言われる三位一体とは何か。定義はちょっと字が小さいですけど、神は実体において唯一の神でありつつ、父と子と聖霊という三つの威嚇ペルソナっていうんですけどね、英語で言うとパーソンですね、威嚇において存在する。で、父なる神を第一威嚇、子なる神すなわちイエス・キリストを第二威嚇、聖霊なる神を第三威嚇っていうふうに、まあ、専門用語では言うわけですね。で、この父と子と聖霊というのは、3つのご人格をお持ちでいらっしゃるんですが、しかし、一人の神でいらっしゃるんです。で、この三者はお互いに強い愛の絆で結ばれていて、その絆の強さたるや、それこそ私たちの想像を超えるほどの強い絆で結ばれているわけですね。で、三人だけど一人なんだけど三人としか言いようがないという世界です。わかりましたよね。わかんないでしょ。わかんないんですよ。3人だけど1人、1人だけど3人としかもう言いようがない、そういう神様なんだ。で、いくつか誤解が時々あるというか、まあ、歴史の中でこの三位一体を説明しようとして、いくつかの、定義がですねなされようとしていたんですけど、いろいろ間違った定義が発生するんですよね。例えば三位一体はですね、三つの神がいるんだというふうに言う人もいたわけです。あるいは一人の神が三分割されてるんだというような三位一体論もあるんですよね。あるいは一人の神が三つの形で現れているんだというような言い方もするんですけど、そうじゃないんです。ちょっとだんだんこんがらがってきましたね。で、
私たちはですね、三位一体とはどういうことかということを例え話でいろいろ作るんですよね。で、こういった例え話はもうマイクにいとまがないほどいろんな例えがあるんですね。例えば、水というのは H2O だけど固体と液体と気体があるように3つの形があるというような表現をしてみたり、あるいは坂本隆というのは一人の男だけども父であり、あるいは父親から見れば子であり、あるいは妻から見れば夫であるというような 3つの形があるというふうな言い方をしてみたり、あるいは一つの家から、一つの家の3つの窓から光が漏れている、外から見ると3つの光に見えるけど中に入ってみると1つのろうそくから出ている光だったとかね、いろいろあるんだ。で、そういった例え話は、三位一体というものを漠然と理解するのに、助けになるかもしれないので、全く無駄というわけではないのかもしれないですが、覚えておかなければいけないのは、そのどれ一つをとっても完全に三位一体をうまく表現できているものはないということです。この世の中の事象において三位一体を、完全に表現できるそのような例え話、そのような事象は存在しません。それはなぜかというと、さっき言ったようにこの3次元と時間軸の中では絶対に表現できないものだからです。それを覚えている上で、例え話を使うならいいのかもしれませんが、私たちの想像を超えているということを改めてじゃなくて、ありのまま受け入れるということが一番重要なことだと思います。で、そこで、いくつかの御言葉をですね見ていきたいんですが、聖書の中で三位一体を示唆している聖書箇所っていうのは、おびただしくあるんですよね。で、全部列挙しているととても時間が足りないので、今日は一部分しか見せることができませんけども、まず、先週のメッセージでも言ったんですけど、神様はお一人であるということが旧約聖書から新約聖書に至るまで貫かれている一貫した、聖書の主張であり、神ご自身の、ご自身の示しておられることなんですね。イザヤ書には、私は初めであり私は終わりである、さっきも言いました、私の他に神はない、創造主としての神、宇宙を作られた方、他にもたくさんいろんな神様がいるよというような教えが世の中にはいろいろありますけど、そうではないというのが聖書の主張であり、聖書の神様の主張です。つまり神の単一性、神は一人であるということが、絶対に譲れない、まず第一の前提なんだというふうに聖書は言っているわけです。しかし不思議なことに、聖書はあたかも神が複数いるかのような表現がここかしこにあるわけですよね。例えば創世記の第1章1節、一番最初の部分には、神、初めに神が天と地を創造したって書いてあるんですけど、この神、ヘブル語でエロヒムって言いますが、これは複数形なんですよね。単数形はエルなんです。エロヒムというふうに複数形になっていて、しかし創造したという動詞は単数形につながる動詞なんですね。ですから、複数いるかのように見える。また同じ創世記の26節では、神は仰せられたと、さあ人を作ろう、我々の形としてっていうふうに言うわけですね。我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するようにという記述がありますが、神様がご自身を我々っていうふうに呼んでいる。お一人の神なのに、なんで我々なんだっていう、ここでも不思議な、三位一体をなんとなく表している、そういう表現が見られます。で、また、新約聖書に入ると、この父と子と聖霊というのが一遍に出てくる場面がありまして、それちょっと今日は、出していないんですが、一つはイエス様が洗礼を受けるときに、そこにイエス・キリストがおられ、そして聖霊が鳩のように下り、そして
父なる神の声がして、これは私の愛する子であるっていう声が聞こえた。まさに父と子と聖霊がいっぺんにこの人間に知覚できる形で現れているという、そういう場面があります。それも書いておけばよかったね。忘れたっていうか、まあちょっとあのシンプルにしようと思ってという場面もあります。で、父と子と聖霊というと思い出すのはこの場面ですね。これはマタイの福音書の一番最後でイエス様が弟子たちを世の中に派遣していく場面ですが、バプテスマ、すなわち洗礼を人々に授けていきなさいという場面ですが、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、なんとかんとかっておっしゃるんですけど、この皆っていうのはネイムズじゃなくてネイムなんですよね。名前で、父と子と聖霊なんだからネイムズ、複数形にすりゃいいじゃないですか。だけどネイムと一言、あの単数形で表現しておられる。ここにも父子聖霊が一つであるということが、示唆されていると思いますね。さて、ではイエス・キリストについてはどうなのかというところに入っていきたいんですが、このですね、先ほどこの正当な教理というものから外れていくと、まあ、異端というふうに呼ばれるというふうに言いましたが、異端の特徴の最大の特徴の一つは三位一体の否定です、まあ、それ以外にもいくつかありますが、一番大きいのは三位一体の否定だと思いますね。で、三位一体の否定をする上で特にどういう形でそれを表現するかというと、イエスが神であるということ、イエスの神性を否定するという形でそれが現れるというのがほとんどのケースです。で、キリスト教の異端は、まあ、ほぼことごとくキリストが神であるということを否定します。で、まあ、そのですね、代表的って大変ですけど、まあ特に私が最近関わりがあるんですけど、まあ、エホバの証人さんなんかはイエス・キリストは一番偉い天使なんだというふうに言うわけですね。で、天使だってことは非造物ってことになっちゃうわけです。つまり私たち人間も非造物、天使も非造物、神ではなくて一番偉い天使なんだっていうふうに言うわけですよね。で、そういうふうに言うとすごく分かりやすくなるわけですよ。三位一体って分かりにくいでしょ、イメージできない。しかしイエスが非造物の一人だって言うならば、あ、なるほど、分かるっていうふうになるわけですよね。納得できる教えになる。で、私のですね、まあ、聖書の先生である中川先生は、まあ、が言ってらっしゃったんですけど、まあ、中川先生以外の方もよく、一般に言われることですけど、もし聖書という教えが、キリスト教という教えが人間によって創作されたものだったとしたら、三位一体というような教理は絶対生まれないだろうっていうふうに言うわけですよ。なぜかというと分かりにくいかな。私もですね、時々、まあ、この教会でも何回かイベントなんかをして、でイベントをした時にこうショートメッセージで簡単に福音を語ろうとしますね。で、初めて来た人なんかは30分とか1時間とか話しても吸収しきれないし、まあ、そんなに長く聞けないので、まあ、せいぜい話せるのは10分とか15分ですね。で、その中で神が一人子を使わせてとかっていうふうに言うんですけど、こう父なる神と子なる神の関係をどうやって説明するかっていう、すなわち三位一体をどうやってこうそこでうまく説明するほどの時間もないし、だからといってその要素を入れないわけにもいけないしっていうことで、三位一体さえなければもっと簡単なのになっていう、もう本当そこで困るんですよ。いつも短く神様の愛を表現しようと思うと、あるいは人に聖書を説明しようとするときに一番困るのが三位一体だから、私がもしですね、宗教を作るとすれば、こんな説明しにくい教理なんか絶対作りませんよね。絶対作んないよ。もっと分かりやすいようにする。で、それをそうしちゃったのが、例えばそのエホバの証人だったり、また、まあ、モルモン教もそうだと思いますし、他にもたくさんあるわけですよね。で、これは別にある特定の宗教の信じている方々をバカにするとか、
そういうことが目的ではありません。またそういう宗教を攻撃することが目的ではありません。実際私は最近ですね、エホバの証人を信じている方と個人的にお話をしたりしました。とっても誠実で、純粋で立派な青年でしたね。その人は本当に尊敬できる人でした。しかしだからといって彼が信じているものが正しいということはできない。この世には残念ながら正しいものと間違っているもの、嘘と本当、真実と虚偽、本物と偽物が存在する。それは厳然たる事実であって、正しく聖書を理解するということを学んでいくことが重要なわけです。でなぜ、このイエスの神性を否定するかというと、先ほども言ったように分かりにくいから分かりやすくしようという意識が働くからそういう風になっていくわけですよね。しかしそれは神という方を人間の頭で理解できるようにしたい、あるいはそうでなければならないという気持ちから発生している。すなわち残念ながらそれは人間の傲慢です。人間が神を理解できなければならないという前提がある。その前提は人間の傲慢から来ている。聖書は明らかにこの人間の想像を超えた形での神の姿を提示しているのだから、それをそのまま受け取るのが正しい謙遜な姿勢であるということができると思います。ちなみに三位一体という言葉は神学用語で聖書の中には出てきません。言葉としては出てきません。しかし明らかに概念がそこに存在している。だから、神は三位一体であるというふうに言っていいのだと思います。そして聖書の中ではイエスの神性を示している箇所、これもおびただしく、あるわけですが、まあ、いくつか紹介しますと、やはり、ヨハネの福音書の、まあ、一章一節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、というふうに続いて、この言葉というのはイエス・キリストのことであるということがこのヨハネによって述べられていくわけですが、イエス・キリストが言葉という言葉によって表現されているんですよね。でなぜ言葉なのか、まあ、ギリシャ語で言うとロゴスっていうふうに言われるんですけどね。なぜ言葉なのかっていうところまで今日説明してるとちょっと時間がないのでそれは割愛しますが、ここでのポイントは、言葉は神と共にあったというセリフの中に、言葉というのと神というのが別個の存在であるということが表現されていて、そのすぐ後で言葉は神であった、すなわち言葉と神は一つだ、言葉は神であるというふうに、この真ん中の言葉は神であ、神と共にあった、あったという言葉と言葉は神であったという言葉が完全に矛盾してんだけど隣り合わせにつながっているというところに、まあ、ここにも、三位一体の、形が現れているし、またイエスが神であるということが示されている。また8章58節ではこれも有名な箇所ですが、イエス様がユダヤ人の、その人たちと話をしていて、イエス様より遡ること2000年前に生きていたアブラハムというイスラエル人の祖先である人物について話していたときに、イエス様が言われた言葉、イエスは彼らに言われた、誠に誠にあなた方に告げます、アブラハムが生まれる前から私はいるのです、というふうに言われるんですね。でこの私はいるっていうのは英語で言うと I am なんですね。でギリシャ語で言うとエゴエイミーっていうんですけども、これは、本来ならばこの文脈ではアブラハムが生まれる前から私はいたのですとか、私はずっといるのですという過去形にするか、もしくは過去完了形にしなければおかしいわけですよね。しかしここでは I am という現在形で表現されているわけです、文法的に言うと。つまり、でこの I am、 エゴエイミ、 I am というのは出エジプト記の中で、モーセが芝の中から語りかける神と遭遇したときに、あなたのお名前は何ですかというふうに
モーセが神に尋ねた時、私はアイアムというものである、私はあるというものである、というふうに神がご自身の名前を自己紹介された。それが、まあ、ギリシャ語で言うとエゴエイミーなんですよね。でイエス様は明らかに意識をして、ここで私はその同じ新約その出エジプト記の中でモーセに現れた神であるエゴエイミーなる方と同じ存在であるということを示すために、わざわざ文法的にちょっと奇妙な言い方で私はあるのですという言い方をここでされたんです。でその後でユダヤ人たちがどう反応したと書いてあるかというと、彼らは激怒したんですよね。なぜかというと、彼らは明らかにイエスがこのエゴエイミーという言葉を意識的に使って自分を神としているということを人々は理解したので、イエスに激怒したわけです。でさらに14章の9節は、イエスがピリポという弟子に言う言葉ですよね。ピリポが 父なる神を私たちに見せてください、そうすれば私たちは満足しますよっていうふうにイエス様に言われたときに、イエス様は彼にピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのにあなたは私を知らなかったのですか、なあまだ分かってなかったのっていう、私を見た者は父を見たのです、どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか、というふうにイエス様は言われる。別の箇所ではイエス様は私と父とは一つであるというふうにも証言しています。まあ、枚挙にいとまがないです。イエス様がご自身を神であると宣言され、そして弟子たちもイエスが神であることを述べ伝えたということは聖書を見れば明らかです。で、聖書を信じると言いながらイエスが神であるということは否定するというのは、それはおかしな聖書の考え方であると言わざるを得ません。さてここでしかし質問が出てくるかもしれません。でも正当なキリスト教にもたくさん宗派や解釈があるじゃないのって思いますよね。で私もこれ悩んだことがありますね。私は昔超教派の、クリスチャンの団体でに関わってたことがあるんですが、いろんな教会いろんな宗派から集まってきて、まあ、一緒に集会を持ったりするわけですよね。でそうすると話をしてると若干聖書の捉え方が違ったりするわけですよ。でなんでそういうことがあるのかな、なんでもっと統一できないんだろうっていうふうに悩みますとね、真理であるはずの聖書がこんなにいろんな捉え方されていいんだろうかっていうふうに悩んだことがありますね。でもこれはですね、極めて自然なことであるということができると思うんですよね。例えばこれをこういうふうに表現してみましたね。例えばミノリンという人物がいると。で、ミノリンを知っている何人かの人がミノリンを取り巻いているとしましょう。で、これ一番左はミノリンのママですけども、ママはミノリンはとっても優しい。じゃあミノリンとはどういう人ですかっていうふうに聞いたとしましょう、一人一人ね。でその時にミノリンママはミノリンはとっても優しい子よっていうふうに言うかもしれません。でまた別の人、みのりんを知っている別の人に聞くと、みのりんはいつも明るくて楽しい人よっていうのが彼女にとってのみのりんの姿かもしれません。あるいはともいに言わせれば、みのりんはとっても正直な人だよっていうふうに言うかもしれません。で夫に言わせれば、結構怒られるしね、厳しいとこもあるんだよみのりんはねっていうふうに言うかもしれませんね。ミノリンを知っている100人の人に聞いて、100人が100人一字一句間違えずに全く違わないセリフをミノリンについて言ったら気持ち悪いですよ。おかしいでしょ、そんなことが起こったら。それは一人一人がミノリンを知っているけども、ミノリンのそれは全て合ってることなんですよ。ただしミノリンのこういう面やこういう面やこういう面がその人にとって一番強調されている、一番印象に残っている点であるという意味で、人それぞれミノリンの形容の仕方が違うっていうことです。それは極めて健全なことです。で、この時大切なことは、この全員がミノリンという人間を人として愛しているということですよ。
ミノリンとこの人たち一人一人の間に愛の関係がある。しかしもしかしたらある人は別の人よりもよりよくミノリンを理解しているかもしれない。私は夫なので誰よりも時間を多く過ごしていると思いますが、なのでミノリンの友達より私の方がミノリンのことをよく理解しているかもしれない。しかしだからといって、じゃあミノリンの別の友達がミノリンのことを間違って理解しているとか、あるいはミノリンとの間に、健全な愛の関係を築けないとか、そういうことではない。みんなミノリンと友情を築き愛の関係を築いているわけです。ただ見方や、その最も重要な協調点が違うだけである。それはすごく普通のことであり健全なことなわけです。同じようにイエス・キリストという方を見たときに、いろんな、視点からそれを見る人がいて、それぞれがイエスかという方はこういう方だ、聖書ということは聖書はこういうことを言っているというふうに少し表現が違ったとしても、それぞれがこの三位一体の神、あるいはイエスという救い主を心から愛し従っていきたいと思っているという点で、みんな仲間であるというふうに言っていいと思いますね。ところがさて、ここに H 君という人が現れたとして、この人もですね、ミノリンがいいよねっていうふうに言ったとしましょう。僕もねミノリンのこと大好きだよっていうふうに言いますね。この人はね、本当にミノリンってね可愛い猿なんだよねっていうふうに言ったとしましょうね。で他のみんなは、は何言ってんの、猿じゃないよ人間でしょって言うと、 H 君は、猿でしょ、ミノリンって猿だよね、可愛いよね、大好きなんだよミノリンのことっていうふうにとしましょう。果たして H 君とミノリンの間に健全な愛の関係が築けていると言えるでしょうか。言えないよ。だってミノリンが人であるということを認めてないんだから。つまりミノリンがどういう人かということが食い違ってもいいんだけど、ミノリンが何なのかということにおいて間違った理解を持っていたら、それは完全に歪んだ関係しか築けていないとしか言いようがないですよね。で、この4人の間には決定的な溝はないけども、ここには決定的な違いがあるわけですよ。つまりキリスト教にもいろんな宗派や解釈があるじゃないので、例えばさっき言ったような異端の宗教も、そのそれと何が違うの、どこでラインを引くのっていうふうに考えたときに、ちゃんとラインが存在するっていうことです。神である方を人間であるとか天使である、創造主である方を非造物であるというのは、人間を去るというのよりももっとひどいことですよ。もっととんでもない勘違いです。そういう意味で、それは決定的にラインが引かれなければならない部分であるというふうに言えると思います。しかも、ちょっと時間が押しているのでちょっと急ぎますが、このですね、三位一体の教理を認めることがなぜ重要かというと、それはいわゆる救済論、つまりイエス様の救いというものの性質にかかってくるからなんですよね。イエス様が十字架についたということは、それはすなわち父なる神が子なる神を私たちにお与えになったというふうに書いてあるわけですが、それはこの父と子の絶対に切ってはいけないような永遠の絆がブチッと切れてしまうようなことなわけですね。それがイエスの十字架、それほどのことを神が私たちのためにしてくださったということです。しかしもし父と子が三位一体としての父と子ではなくて、単なるいわゆる人間の父と子のような普通に別々の存在であるとすれば、果たしてこれは素晴らしい話になるでしょうか。例えば仮に私が H 君のことを大好きだったとして、仮にですよ大好きだったと仮定して、 H 君のために自分の娘のルカを犠牲にしました。これって素敵な話ですかね。全然美談にならないでしょ。ひでえ父親だなで終わりでしょこれ、ね、他人のために自分の娘を犠牲にしたっていうだけの話なんですよね。でそこには
その理解はつまり父と子が完全に別物だっていうものっていう理解に立てばひでえ話だになるわけですけども、しかし実際には聖書はこの父と子という関係はこれは単なる二つの神ではない、別個の存在ではない、一人の神のその一人の神である方がまさにその重要な部分を腹切りしたようなそういう出来事なんだ。神という一人の神が大きな犠牲を私たち人間のために払ってくださったんだというふうに考えることができるので、だから神のその犠牲の愛、私たちへの犠牲の愛というものが素晴らしいんだというふうに言えるわけです。つまり三位一体を認めないとイエス・キリストの十字架は単なるひどい父親だね神様はっていう話に終わってしまうっていう意味で、正しくこの三位一体を理解するということがいかに正しく理解を正しく救いを理解するということにもつながっているわけです。ちょっと噛んでますけどすいません、はい、でも分かりますよね。で、さらに最後にですね、まあ、2つのポイントを、簡単に言いますけども、私たちのクリスチャン同士の絆というのもこの三位一体のような絆なんだというふうに言われているんです。どこで言われているかというと、イエス様がこの十字架につく前の晩に弟子たちに語るんですよね。また私はあなたが私にくださった栄光、これはですねイエス様が父なる神に祈っている、父なる神への祈りの中でおっしゃられた言葉です。また私はあなたが、つまり父なる神が私にくださった栄光を彼らに与えました、つまり弟子たちに与えました。それは私たち父と子という意味ですが、が一つであるように彼らも一つであるためです。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことをこの世が知るためです。弟子たちが、イエス様を信じるクリスチャンたちが一つになるんだ。で、それはあたかも父なる神と子なる神が一つであるのと同じようなものなんだというようにイエス様は形容されているんです。で、それはですね、単なるイメージだけの問題ではなくて実際的にそうだということがまた別の箇所からもわかるんです。これは第一コリントですが、パウロがこういうふうに言ってますね。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。イエス様を信じるとその人の中には聖霊が宿ると聖書は約束しています。私の中にもあなたの中にもあなたの中にもあなたの中にも聖霊が宿ってるんだけども、聖霊が分割したわけじゃないわけですよ。あるいは何人も聖霊がいるわけでもないわけですよ。で、先ほど言ったように聖霊も一人の方、一人の聖霊なる方が私たち一人一人の中に住むという、これまた私たちの頭ではちょっと想像できないようなことが起きてるんだよと聖書は私たちに語っているわけです。で、たとえ私が H 君なんか平井だって言ったとしても、言わないけどね、家庭だけどねちょっと H 君もあれだね、大好きだよ H 君のこと大好きだよ H 君のことね、はい、言ったとしても、あるいは教会の中で私はあの人と仲間だなんてとても思えないと言ったとしても、同じ一人の御霊が私たち一人一人の中にいるという事実はどこにもいかないわけです。そしてイエス様は三位一体のこの父子聖霊が一つであり、互いに愛の絆で結ばれているのと同じように、この私を信じるあなた方も一つとなりなさいというふうに私たちに強く訴えていらっしゃるわけです。そしてこの同じ章の先の方でイエス様、パウロはあなた方はキリストの体だと、一人一人はその各器官なんだと、私たちはこうなんだ、私たちは同じ一つの御霊を受けて、そして
キリストの体を作っている、それが教会なんだというふうに言ってます。教会というのは人間が歴史の中で作り上げた人間の組織ではありません。もちろん組織としてのその地域教会という意味での組織という形をとっているわけですが、しかしそこの本質、その本質は神がキリストの体として作っておられる、霊的有機体っていうんですけどね、まあ、ちょっと難しい話するともう時間がないので終わりますけども、それは一つの生きているキリストの体を作っているんだ。それは私たち一人一人が集まってイエス・キリストの体を作り、この地上でイエス・キリストの意思を成し遂げていくんだという、とんでもなく不思議な、しかしとんでもなく素晴らしい奇跡のような事実が聖書が言っている私たちのこの教会の姿なんだ。ですから私たちは一つとなってイエス様の手足となって歩んでいこうじゃないですか。はい、祈ります。愛する天のお父様、全く私たちの理解を超えた神のお姿、三位一体、それは私たちが何とか理解しようとしてその定義を変えてしまうような、変えてしまいたくなるようなことですが、どうぞ私たちがそれをありのまま受け入れ信じつつ、あなたを礼拝することができますよ。またどうぞ神様、しかし理解、完全に理解できなかったとしても、しかし神がその永遠の絆で結ばれているはずの御子を私たちにお与えくださったということの中に神の愛が示されているということを私たちは理解することができます。どうぞ私たちがもっとそれを深く受け止めることができますように。またそれはなぜそのようにされたのかというと、その一つの理由はもちろん私たちを救うためでもありますけれども、もう一つは私たちがこの聖霊を受けて一つとして一つとなってイエスの手足となって歩んでいくためでもあると思います。どうぞ私たちをキリストの体として、用いて、一つとして用いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。